はい、2024年2月23日になりました。でもう春だよね。春なのに、いや、うまいかんって、そんなうまい歌歌っても、それより英語物語の世界観ってこれ何なの、だってバリだよね。ということで、こんな感じなんですけど、それよりさ、あのゆるがりのあのガチャ見て思ったんですけど、まあ、とりあえず行ってみよっか。ドン、これでいいな、ドンってことなんですけどさ、あれの何レギュじゃねえわガチャのレギュなんだよ。なんていうの、排出率のラインナップというの見て思ったんだけどさ、よく考えると、よく考えてもさ、わかるけどさ、ゆるがりって何、進化にだで止まったな、だで止まったな。ダーウィン使うからさ、あれ入れてくれんで、ね。何これ、入店拒否ダメ、なんかこれ何、服装靴がサンダルとか、なんかこれダメなの、清掃してこない、ネクタイはめな、入れてくれん、入れてくれた、なんかあれか、入店拒否されそうだな。大丈夫かな、お客様ちょっとってなんか呼ばれ、なんか大丈夫、綺麗な女性が出てきたと思ったらなんか男だったとか、そういうお家はないの、なんか実は私って、まあ、そんなこと言う、実は私ってや、これあれこのキャンディーはどうしたの、これ誰行こうか、それいけるんか、ちょっと待って、こうしとく、これなんかちょっといかんな、いかん、タゲ、あの、そう、回復そういえば忘れとった、いかん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 、2つ取るでいかんいかん、このタゲいかん、ダメ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 、2つダメ、今日ハマったもん、うん、これは私はこういっとこうか、こっちやっとくか、ちょっと待ってよ、回復そう、そういえば、二つか三つか知らんけど、されたとき、余裕で撃てるかなとか、スサオノに1万ちょっとぐらいで、なんか耐えられたやつ、え、嘘って。俺のキャンディーちゃん、ハリボテなのって。何キャンディーちゃんって。これって、あの、あれ なんか似てない、なんか、ちっちゃい頃なんかこういうってなんか見てる。これ、こういう時ってどう、ちょ、待って、これは、嫌だね。あれ、風カット70いっちゃうで。いっちゃうで。水動いとるで、誰が動く、どっちか、どっちか。この子スキルでも地味にあれだよね。ダンブラ？これ私ずっと風だと思っとってさ。あの、っていうかさ。これ使う？こうしとこうか。いや、前使っとこう。もういい、もういい、もういい、もういい。もういい、もういい、もうめんどくせえ。いや、使っとこう、使っとこう、もう、いかん。私最初風変して使ったんですよ。でこいつずっと風だと思ってさ、みかんとか出てくるわ。先押しとるけど、絶対なんか違うとこ飛んでさ、でそんなことばっかりやっとる。いつもだね。そうです。狼が、これをバーこうしといて、こうか。じゃあ、そうしといてしなくて、あれ水かばうだね、あれだな。俺、後押ししとかなかな。そう。そう、こうしとかなか。こうしとか。あれ、水だね。水だね。狼は、先に飛ばしたいんだけど、なんで一番目に行くの、ふざけんな。俺と場所変えろ。ふざけんな。ちょっと、狼は、一発ちょっと、ちょっとふざけんな。ちょっと、一発ちょっと、ちょっと、狼一撃を。90も吸ってくんだ。あれ、3万いくつあるはずだ、確か。あー、ちょっと、行ったってよ、もうこれ、ちょっと、なんかあれだろう、あいつ、あのブロッコリー、なんか変わったスキル使うだろ、あれ。ちょっとレイチェル頼むわ。なんでレイチェルなの？なんか似てない？そんなことない？レイチェルってわかるの？それよりさっき私のパソコンさ、すごい音小さくてさ、なんか見とったんだろうね。スサノオほんとそうだったよ。1万900ぐらい与えて倒せる。嘘、僕のキャンディーって。うん。隣の人なんかじーっと見てないけどさ、なんかそんな感じだった。うわ、この人のキャンディーちょっとハリボテじゃないのって。何笑っとるのうふって。気持ち悪いな、お前。
いや、そんなことある。いけいけ、ちょ、ちょ、行ったれ行ったれや。行ったってください、ちょっと。佐々木押しとこ。ちょっと行ったってください、もう。あれ、蘇生使わんぞ。届いてないじゃねえか。あー、ちょっと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 。ちょっとお前ほんとハリボテじゃないの。ちょっとあれ、タゲったらいけたね。いや、そうやってまた人のせいにしとる。ちょっとあれ、何がかかったの。あいつがかかったの。なんかあれ、ガウガウ何スキル。ちょっと見せて。あ、見せるとなんかタゲったみたいな、なんか嫌がらせみたいなの。ちょっと見せて。66なんだな。66万あるんか、これ。ごめんね、そういう意味でやったんじゃないよ。あの、見たかったんだよ。これいうふうになると嫌なんだわ。ありがとうございました。嫌がらせでやってるわけじゃないんだよ。煽りたくじゃないよ。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったんか、頑張った。もう一回。そう。またね、ということで。ありがとうございました。66か。なんかあれだね。私が知らんだけど、なんか情報修正結構されとるね。66か。微妙な数字だけど、継続単あるな。私の好きなやつだな。好みだね。継続単長いのね。なんか遅いんか。ハローしか遅いんかったぞ、今。電話や。ゆるがりガチャのじゃないけどさ、まあ、後で喋ろうか。あの子もあれだよね、風編。風に帰る。あの彼が結構あれなんだよな、都合いいんだよな。見とるとアテナで倒せるんだよね、あれ。うん、あ、9000だ。まあ苦手属性で分かっとるけどさ。3人もおるもんな。後押しとか多分いい。うん、そう。私は3人にした方がいい。うん。彼ほんとそうだもんね。あれ、アテナ倒せんだよね。もう完全確定じゃないんだよね。不確定なんだよ、あれ。どう見ても、一回も倒したの見たことないもん。乱数なんかな。89からとかそんなやつなんかな、多分。かな。3人もあるか。何これ、聞いてないね、これ。3人もあれだね。田島で 70% でどうぞぐらいだろう。見たいな、これ。田島体力いくつだった。1500くらい。どう？微妙なとこなんだな。みかんの伝とかまたしつこいな。いや、コスト的に、なんて言うだろう。安いものでなんかあんま好んで使われてないなって。見捨てるのがなんかよく見るよ。継続たんだろうな、そんなもん。うん、それは持っとる。あれなんかバッチリだね。あれバッチリだね。うん、あの、イハトのあの目がほんとあれだね。なんか水風らしいってことないけど。今日でもそんな遅延あれだよな。疲変から、疑惑とか疲変とか絡んで、なんだろう。もうバッチリだね、遅延がこれ。うん、ここら辺絡んで、後半が水と風のカットがなんか複雑に絡むみたいな。あれ、画面暗くなった。バッチリだ、これ。で。ありがとうございました。
今日そういえばすごいのってよ、にわくりだったかな、大仏でさ全部遅延だったよ確か。おったおった、ありがとうございました。ありがとうございました。2か5まで全部遅延だったよ。そのカウント間に合うんかと思ったもん。いや間に合ってなかったけどさ、なんでその親の敵みたいに飛べるかなって。スリランカでも目玉商品はあれだね、キャンディーちゃん、これ短縮なんかで使えんの、集会とかで。はっきり言って書籍これじゃなくてもいいんだけどね。何が OK なの。いや、同じセリフ言っとるのなんかあれだよさ、ちょっと俺好みのなんか他のなんかないの。私がこっちもらっとくわ、逆の方が多分いいだろう。クワドターがあっち行けば10倍台多分打てると思うんですけど、うん、そう、あ、うまく飛んだな、今の、うまく飛んだな。なんか団子みたいなこれ。何これ。今日こんな3人も並んだ時なかったよ。カメでも顔はあれだね、かっこいいよね、なんかね。ミュータントタートルズかなんか出てくる。何ミュータントタートル、いや、あの、ちっちゃい頃なんか友達と見た方があるぞ。うん、なんか鮮明に覚えとる。どっちが先行った方がいい？まあ一応私言っとくわ。どっち先行った方がいいかな、そこで。カバウだからあれだもんな。水だもんな。あっちはどうやってもあっちに弾飛んでこんねんな、うん、今日でもなんだから2枠かなんかやれ、すごい、もうなんだろう、100ぐらいのコストみたいな、なんか、あ、これちょっときついで、うん、この全体ちょっときついね、うん、2つあれでカット70だけじゃあれだもんな、ちょっとあのなんだろう、あいつに毛が生えた程度だもんね、フォリーに。いや毛が生えた程度でタイトルがお前本当にあっとんの、ソウケイさん、うん、ちょっとイハートタゲティなんとなく。いやお前さっきの恨みだろう、うん。意外と根に持つやつだろう、なんか、うん、いや、なんとなくなんかちょっとあげりたくなった、うん、いや、ちょっとさっき前止められたらなんかあれだろう。割とあれだね、小物だね。いや、今日そういえば遅延全然おらんであれだよなと思ったもん。水風の後半試合、継続さんのなんかごちゃってしたやつ多いよな。ヴィッセルそうだし、ケネズもそうで、さっきのあれ忘れとったな、あいつ。ガウか。何あれ、ちょっとあいつ遅延してくる、ふざけんの、ちょっと。タゲティ。ちょっとタゲティ。ちょっとタゲる。ヴィッセルはつ、あ、ヴィッセルも使えんか。ちょっとタゲティ。あれ、ちょっと待って、マイクは、ちょっとタイム。春だって言ったらなんか雨降っとるよ。嘘ばっかりだよ。あ、よかったな。無理か。あ、耐えた。ヴィッセル耐えたのでかいな、これ。ヴィッセル耐えたのでかいぞ。あ、ちょっとな、ちょっと知恵ふざけんな、ちょっとお前。ちょっとあのタゲティ、はい、性格悪性格悪、うわー小物。何この人、何この器量のない人、
何これ、何遅延だけ、何あれ、ちょっとあれ、ちょっとちょっと何あれ、ちょっとあれ、ちょっと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 危なかったな、首の皮一枚だったなこれ、ちょっとちょっと危なかったな、ありがとうございました。こっちがあれだよ、親父狩りになって本当あれだね、財布すっからかんで、財布持ってないでしょあんた、そういう話じゃない、ありがとうございました、ありがとうございました。そういえばあんたデッキのバリエーション全然少なくない、だってやってないもん、何にも、エトナでいいかなって、まあ後でゆるがりのあれのこと喋りたい、いやこれ別にあなたの喋りたいこと、いやそういうあれだもん、趣旨だもん、いや俺が言いたい、だから言っとるか、俺が言いたいこと言ってもそのまま入ってって終わりだけど、自己満足するだけのあれだもん、あのねえ、そういうこと、今日でもそんなに、なんだろう、あ、でもあれか、ゼロではないか、まだそのバグ関連じゃないけど、私遭遇してないな、うん、よくはなってきた、多分改善しようとしたら悪くはならんもんだ、何その、何その、何そのひどい言い方、冷たくない、なんか、いや、ずっとダンブラーがさ、ホット映画物語の世界観なんだろうね。あいつら私として口悪いよね。どのシール見てもなんかあいつらなんか言いたいこと言ってるもんな。このあれだよね。あれ。あのでも初手の風編の子あれだね。数回仕事したの見たよ。レイフもちょっとあれか。アテナが亀あれで、アテナはあのスサノオ行った方がいいんだよな。レイフと被るとあれだけど、亀がダメなんだあれは。カメはだから非風の効果力で食うしかないもんな。カメも出世したな。いや、前に言われたくないよ。エトナなんて珍しいもん使ったで雨降るんじゃないの、そんなことないって。で、4はあれだけど、あれ言ってくれるならいいわ。でもこれは絶対落とさなあかんなもんな。田島さんあげとるならいいわ。あ、使ってないよ。使ってないよ、それダメなパターン、回復するで分かっとるもん、使ってないよそれ、これ最悪パターンだよ、なんかあれだな、この時間になってからなんかあれだな、遅延増えたな、あれ私田島たげるべきだったな、あれな、完全しくったな、このイカもそうだけど、このミッセルもちょっと被るとな、あれなんでそっちと、ちょっとこっちだって、こっちだって、なんでそんなとこ行っとる、残数並んじゃってるもんな、完全にデコッともボコッともしないもんな、あ、デコッとできたな、なんだあれ、なんだあれ、ちょっとふざけだ、なんだあれ、ちょっと待て、ちょっとちょっと風になんかあれかな、やられたんかな、親
少ない方じゃなくて多い方ばっかの頃だな。28分まだまだいいよ。なんか遅延嫌にあれだな、増えてきたな。ここら辺なんだけど、まあ、あそこの田島のとこしくったな、あれ完全に。あれ完全にしくったわ。あれミスった、ありがとうございました。追いかけとこ無理やったな、ありがとうございました。ありがとうございました。かぼちゃ。また。もう一回。ありがとうございました、ということで。完全しくったな、あれ。本当にでもさ、これぐらいしかないんだわ。なんか他のいいセリフないかな。ないっす。もう意味不明だね。ゆるがりのことがあれなんでしょう。ゆるがりガチャは。まあ、あとでね。いや、なんか喋りたいんでしょう。もうちょっとね。これこれ。あれ打てんのだわ。多分あれだよな、陶媒だで、アテナだけはその一枠の飛び道具であの火力低めだよね。レイフとかパチコン行くよね。あの、あいつ、ウニトラもパチコン行くよね。だからあれだな、あの、ツクヨミとか、デンウサとかが、ね、何ねえって。これは私で言っとこうか。田島完全確定じゃないもんね。初手のでも回復で本当あれだよ。これ、キャンディーちゃん。結構やられとる時あるよ。55だで、27の83とかぐらい。弱くはないけど、ぶっちぎりではないんだな。この前のキャットの感覚でやっとるかな。これ私逆にいけんな。田島さんだっていいわ。変えとこう。一応あれ、一発では多分怪しいカット入っとる。50。もう一発、二人欲しい。田島さんだね、別に残しても打てるだろうなと思って。モンシャンだけなんとかなれば。これがなんかあれだな、水かせらしい流れだよな。何あの二人ち。水は1カウントだけど、風もあれも両方飛べる。ここら辺まで無理かな。ここら辺ぐらいとかか。これ逆にあれなんだよな。あんだけ、なんでこんななんかみんな、ほっとあれだね、なんか。どうしたのこれ。これ。なんでこんな知恵流行っとんの。イハトじゃダメなの最後。あれ、もう風なの。ダメなの風は。水だでよかったな。助かったな。助かったな。残数的にっていうこと。
どうした、ダメか。そもちゃん高山先生があれか、火力ないのもあるけど、あれが入っとるじゃな、風が入っとるじゃな、そういうことなんだな。もうほんとなんかあれだな。もう止めないあれだな、これは。これ私がこれいくか。こうか、こうだな。日風だぜ。あ、逆い、あ、そう、こっちの方がいいか、まだ。日風だぜ、水風行った方がいいか。ありがとうございました、これ。わかるよ。わざとでしょ、今の。わかるよ、多分。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、まだ。まだ。あれ、わかるよ。ありがとうございました。本当は私が間違えたのが多分良かったんだよ。後ろ多分蘇生だろうなと思って。ビステルの後ろはね。うん。っていう読みだと思うよ、多分。あ、私、ああいうとこ、あの、なんだろう。空気は読めるんだけど、なんか手が回らんっていうかさ。それ大体あれだもんな、コメントできんしだもんな。このでもほんと世界観で、な、二人も並んどるよ。私も変えようかな。ダメ？キモいって言われる？いや、いいじゃん、別に。誰が体力多い？ここら辺？いや、私が、あ、そうか。まあいいよ、だったら。どれかダメだな。亀かあっちどっちか漏らすでな。どれかダメだ。二つ回復あるで。うん、一個諦める。うん。まんまに任せる？うん、うん、分かった。そっちの方がいいな。そっちの方がいいな。そうだな。うん。変えるの分かっとるとまんまんのがあれか、当たり強くなるか。あれ何倍だった？ 2 点いくつだった？ 2 点3ぐらいだった？これだけどここら辺までは届きたいけど難しいってやつだな。なわんでもあれ私よかったけど、門があれか、足長守れやいいか。きついわなこれ。あ、いけたか。でも門守れだな。そうかそうか。じゃあそっち行ってくれるならあれだね、うん。この国旗みたいな子って何だった？出し先通りあれか、こっち行った方があれだな、門のが出るでな。門打って待った方がいいわ。ここしかないってとこだもんな。うん、あれなかったらほんときつかったもんな。私が先に押してどうする？どっちでもいいよ。先に押す？うん、まあいいや、もういいや。押し直さなかったらもういい、めんどくさいで。ごちゃごちゃやったら絶対ダメだね。
何にもあれだな、防御がないでよかったってとこなんだな。後ろは多分違うんだろうな。うん、そう思う。うん、そう思ったそう思った、うん、そういうことだね、うん、そう思った多分この前で言うと本当にでもタゲスはどれがいいんだ。安倍さんが弱い。ありがとうございました。なんでなんかこんな遅延増えてきたの。そんなにおらんかったよ。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。なんでこんななんかあれなんだ。本当はさ、あのあれ、なんだ、ゆるがりの伝を使ってみたかったんだけどさ、明日の6時じゃねえか、ガチャ。私、組んでみてなんかうまく組めんわ。こいつ使った方がなんかいいんじゃねえかなと思ったら、組んでみたときに。これ行くしかないでな、これは。このやつ行きたくないけど。火力的にはこう。二人用でほかっといてもいいかなって、回復ないし。あ、二人じゃなくて田島がおるで。何もなんかね、防ぐようなものがないしさ。なんかすごいの来たな。風当て入っとるでか、リーダー行くでな、あれ。あの、あれ助かったね。風特攻。何倍だったあれって。2.3。結構でもあれ硬かったで。ほんとなんか風あれだな。はばきが守れるかどうか。残数的に私らあれだからほんとあれか。ほんとはでもそうもねえけど。ただ今日疲弊多いんだよね。結構見る。はばけは火だからどっちにしろあれだな。ここで守れた方が良かったか。まあでもあれだな。逆にあれか。こっちとこだったら。蛇の連撃が飛ぶで。次、カウント3の、ほんで、ここあれだな。絶対使った方がよかったね。これこういう地味なのが大きくもんな。43分。蘇生の後ろなんて大体蘇生だもんな。どう考えたって。
There are blah 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 primitive cultures in the jungles of the Amazon. What they are, what to do, what is called, what was worse. これはさすがに難しいわな。どう考えたって。幽霊がおるね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。頑張った。オープン。ありがとうございました。なんか遅延あれだな。嫌に増えてきたな。ビステルなんかほとんど食らわんかったのにな。なんかメンバーバレたら固まってきたな。おせん、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 おせた、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 おせた。これだろ。あの子ってステどんなもんの？あんま私分かってないんだけど。今日ね、不意識地味に仕事しとると思っとんだわ。思っとる。2つぐらい絡んだ時に。思っとる、これ際どいところ残しとるもん。いや、それでやられとるもんさ。55-27285-8384ぐらい、1万ぐらいで前だもん。しつこい名前さ。のそんなに悪いか落としたのか。いや、そんなもん倒せんのかなと思ってさ。あの、なんとかさん、あれだね。地味に仕事するで。ここ誰もらんのか。あ、私使う方がいい。風が誰も楽になるんだ。この前で言うと、本当はあれなんだよ。鴨川さんかなんかにした方が、あ、でもあれか。ウーマンを抜けてないんだ。火にしとる分。それだ。あれものすごい仕事したで。あれちょっと待って。Extension. マイク。鴨川さんでも仕事したな、あれだ。うまくうまっとからんでな。これもなんか仕事しとるで。打った方がいいよ。あ、ちょっと待った。ごめん。ごめん。打った方がいいよ。そこまで多分届かんよ。お前届かん。こういう地味なところでなんかあれだな、さっきから。あそこ残したのが痛いな、あれ。後ろに耐久装置積んでないとひっくり返らない。ちょっと待てよ。Why can't my boyfriend blah 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 have his mind to marry me? Make, bring, take, decide.
蘇生分のコールだよな。こんで2つか。2つは使えたけどダメだったやつだな。やつはやばしたってことで。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。またね。もう一回。ありがとうございました。He is such a heavy drinker, he's never visited the liquor store, blah blah blah, buying several bottles of whiskey. Even in, without, except, online, without. あ、入っちゃった。入っちゃった。でも200人おるもんな。あ、おる。なんかまたおるな。うん？なんかおるな。なんかおるな。51か。俺カベだ。The regulation which law applies to the international transportation of live animals is intended to ensure their safety. Pertain, pertinent, pertaining, pertains.あの子ってどんな捨てだ。どんなもんあるのあれって。When the telephone rang again around midnight, she was blah 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 to ignore it. Postpone, incline, compose, delighted. あれどんだけあるのあれって。あの色変えたのって。あれ全然知らんぞあれ。どんなもんあれって。活力しとるなーってのは見とった。仕事しとるなーってのは。レイフがやりにくそうだなーってのは。私行っちゃうわ、これ。多分ダメだと思うけどな。川行くからどっちか先飛ぶんだよな。それガリス先押しだわな。あ、ちゃうわな。いいね、先カバイだわな。二つ絡むで。でもこういう時あれだな。もう向こう飛ぶんだよね。でしょう。あれそうなんだわ。あれそうなんだ。あれ知っとんだわ。うん。ここまでやらんでもあれだけどな、多分俺は。うん。一応。これで風、水はあれか、あやかけてくわ、もうかけてく。うん。後半がでもあれか、あれが絡むとあかんやつあるか。本が入るでどんなもんだろう、こんで。やっぱ結構きついで、70%だもんな。変わったのが出てきたな、なんか。なあ。
買えるだろうね、これは。どう考えたってカット90がでかいやな。うん、いやこれは無理だ、こんなもん分かる。これはあの90あるだけで十分だもんな。結構でもあれだもんな、ミッセルとかでもギリこれって何なのこの人、うん、まあこれ使わんけどな、そんなの、うん、普通はな。54分ここでは使う、あれって何だったら。ちょっとあの多層どういうやつあれ、ちょっと見さして。これ自身60か。あー回復入るで2人、そうだろうな、うん、3人、そうだ思った。火があれか、これあれだで、ね、そうだで、ね、ここら辺もらっとく。これで2人でいけるかどうか。あ、56分もう1回でいけ、きついかこれは。きついかこれは。あの水カットでかかったな、うん、ありがとうございました。これなんか勝手が違ってきたな。ありがとうございましたありがとうございました。もう一回頑張った、うん、またね、ありがとうございました。ということでもう一回いけるか。50… あーちょっと何焦っとるの。56ゆるがりが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 あ、そうか、最終日になるのかあんまあれだろう短縮そこけユルガリアの続きが気になるんだけど続きが気になるんだけど、もうあれかな。57分、なんか随分場が変わってきたな。それよりあれだろう、ユルガリのあれだろう、ユルガリがじゃなくてユルガリの討伐じゃなくてユルガリのあれガチャの方だろう。いけるか、最終戦。こうしておくとこ。なんか一個飛んでたな、多分。田島が撃てるじゃないか。最初の方ね、疲弊が多いで、なんかあれかなと思って、あれかなじゃないけどさ、何しとったんすよ。風変やっとって、まあ別に裏くらっても何、あいつで風変しとるとなんか止まるし、まあいいかなと思ったけど。
誰もあれか。これなんか後ろあれなんだろうな、多分変えたい意思はあるんだろうな、うん、おそらく。さ、歌舞伎でやってもさすがに無理だろうな、持ってかれるわな。多分後ろなんかあれなんだろうなっていう読みにしたんだけど、番号、あーちょっと飛んじゃった。そうだな、水変えたかったらな。これでこうしとこう。さっきからのあれだよな、変なとこばっかりやって。残数しっかり失敗しとるで。これでもあれか、いや落とした方がいいな、これ蘇生使わせた方がいい。これは基本を守らなかった。一瞬はばき食らってなんか行きそうになったけどさ、うん、こうしといて、一時終わっちゃう。何これやばった。置いてあげとこ。何これ、ちょっと待って、ちょ、たげれ。何これ、え、なんか話違うんだけど、全然。何これ、ありがとうございました。これあ、そうか、水があれか、使いにくいでか。ありがとうございました。頑張りました。頑張った。おやつ。また明日。おつ。しゆ。ありがとうございました。ということで。なんか話が随分違ってきたな。ということで、こんな感じでございますってことなんですけど。なんか失速してたな。うん、聞いてないな、あれな。で、まあ、上から行きましょうなんですけどさ、あれこれ、これ最初やった。コスト9余るのがなんか気に入らんやなと思って。これかといって55から探していってもさ、ここなんかそれっぽいのが見当たらんかった。うん、ここら辺からなんか2枠でなんかいいのないかなって、なんか思い浮かばんかった。でも風変してって思ったけど、風変してかんでも別になんか捨てが高いでか残ったりするし、別に残そうとしとるわけじゃないけど、でスキルもっとね、なんか必円多いかなと思ったんですよ、こいつ止めに来るのに。風に変えときゃいいかなと思ったけど、風に変えようとするから2枠の比縁は増えるかなと思ったんですよ。増えても別にこの耐久だったら、だってこれ高一の278とかぐらいでしょ。8、ちょっと待って。278ぐらいでしょ。70% って何倍だった ?2.5 だったか、あれ3だったか、3だったか、忘れちゃった。まあいいわ。2.5 にしても1万5000。3にしたら2万とか。倒せんわな。倒しにくいわな。うん。わけじゃないけど、なんか味方も守れたらみたいな。で、ビステル見れて、もうめんどくさいで、あの、継続さんにしてってみたいな。なんかやたら遅延食らってんだから、うん、最初こんなんであるかなと思ったけど、200の疲弊もすごい多かったんですよ、なんかもう。絶対疲弊みたいな感じだったりさ。だったら別にいいと思って、で、コスト的に見とったんですよ、これは。エトナがだって50じゃん。ここら辺見ていくとさ、
とりあえずこんな感じのやっぱ絵となるじゃないですか。って見とって。だってもうちょい下がっていっちゃうとあれだもんな、教室様でも行っちゃうし、まあエトナでもあれかなって。ガリストっていう案は、あ、これこれこれをそう思ったんですよ。別に秘変の裏書くためにかばって守ってくっていうのもなんかあれかなって思ったよ。普通で言うとこれ考えるね。これやって補正のとこ行って自分のとこ引き付けてじゃないけど、78の倍15ぐらい弱くはないよな、倒すのに。で水枯れ、あ、風枯れだから、まあそこで止めれるっちゃ止めれる、それの方が良かったのかな。なんかいやコスターまだなんか気に入らんかったもんさ。で皮変対策ではないけどやっとって、あ、こうなったんだけど、これなんでだろう。組んだんですけどコスターまだ多分気に入らんかったんだろうね。間違えて入っちゃったけど、あんま良くなかった、なんか。入って一回負けたのかな。そんでもうやめた。組むだけ組んだ。いや、あの、ゆるがりなれが組めんもんでさ。そんで、こうな、これをやったんだ。いや、コスト余る。55まで。55まで。いや、もう1から2以外固定。で2を考えましょうって55。微妙だよな。カニを持ったけどさ、別にあのエツナで倒せるでまあいいんじゃねみたいな。もちろんカット入ったりしたら別だよ。だったらエツナでいいかなと思って。カニって普通だとあれだよな、かばってったりするだろうな。あなたの性格だと普通絶対あれだろうな、風太郎行って引き継いであれでかばうだろうな。絶対それやるだろうな。で全体で多分そんな感じじゃない、シンプルじゃないけど、そんなのが良かったんかな。やってないわ。でこうなった。まあ別にいいかなって、あんまり深いこと考えんかった。たまには使ったことないのもさ、遅延あれだったな最後考えると。あ、そうだな、あれが使い、このコスト使いにくいんだよな、60あれが。あなたのお気に入りのバッカスが。そう。普段だと、普段バッカス入れる。絶対最後バッカス入れる。ヴィッセル割れにしてもバッカス入れる。それかあれか、セルフ蘇生して、サリーちゃんか。あ、でもコスト重いか。今考えるのはどうするだろう。バッカスにしたいな、普通に。65使いたいな。2を安くか。だから2安くなんかできるのない？あのね、初手が重いな、思っとる。別にあれしなくてもいいと思っとる、はっきり言って。そんなになんか有利取っとるっていう感じはないし、まあ、倒す相手には困らんとこはある。回復はあの3つぐらい絡んだ時だけどね。別に亀倒すために置いとるわけじゃないんだけどね、これ。もうせっかくだで使ってみようかなって。まあ、今考えそうか、こう、初手安くしてか。ヴィッセルあれにしたいな。あいつ。今考えると、だってもうだけここだけしかない。ちょっと待って。今考えるんだったら、スキルターン通りに行こうか。いや、私だと待って。こうするかな。ネギばっかだ、お前。何これ、何だこれ。今日日曜日じゃねえぞ。これで、25。25なんかない？この人何？ 24 の36。難しい捨てなんだな。補正入って36なんだ。そこへ風に変えれるってところか。癖があるってや癖があるところか。
そうか、ああそうか、もうワンランクぐらいあれか、捨てが欲しかったとこある。火力全振りだったらこれ多分やりやすいよな。こういうやつバランスにするね。みえこさんもそうだもんね。みえこさんって名前いいね。いや何お前、何テレとんの、うん、こうこんな風かな、こう置くんかな。初手がちょっとやりにくさあるか。こんなんやってみるかな、矢の知恵見るんだったら。うん、こんな風にするかな。っていうことで明日なんですけどさ、明日行ってから行こうか。さっと流しておこうか。まずあの6時前のステーキ155だったね、秘密の。なんかすっごいベタだね。うん、三箱で今日の何、このタンブラーダンブラー、うん、がまあおるんかなみたいな。風に返しときゃなんかカット入らんかなって。うん、まあ普通に初手したったらもうなんか無条件でなんか湘南ボイスシュッて入れちゃった。で最後余ったコストであと638使えるけど、38でなんかいいのが浮かばんかった。無難ではないけど、うん、うん、とりあえずこんな風にした155だけどどうかなって、だからリズムにしてみた。うん、小町動いたらなんかあれじゃねえかなって、ちょっと速さは見たい。だって三枠みんな多分風変えるだろこれ、どう考えたって。だって明日の 水がおるでしょ、これこれこれ。水には言わに強いけど、ちょっと待って、アヌラ様なんかのゲームのなんかあれだね、ラスボスみたいなとこなんかで、ラスボスではないか、最後の最後の最後どんな前だって90だもんな、これカット10倍で補正入っとるから25の37とかぐらい、4万弱とか3万7000とか7入るから、確定内に2万、確定内乱数範囲が2万2、3000ぐらいとかから、で3、4、3、5、3、7、9まで行くと、そうだな、2万2000、3000から2、9、3とか、そんなぐらい、弱くはないな。コスト33に使えるのは強いな。ただその代わり水限定だもん、絶対風変えてくるね。木でもいいぐらいだな、なんだったら。うん、だからそういう動きあるから、うん、なんか三枠とカバーを押し合いとか育むんだな。小町まで全体まで動かしたんだけど、継続じゃなくて4ターンでなんかネギはいらんってそんなもん動いたってしょうがねえぞ。4でなんかそれっぽいスキル、よくコスト重いってやつか。4これでいいんじゃないんだけど、そんな風にしてだコスト重いね。全員で行きたいな、これで打ってく。いや何にもかかってないよ、そういう場じゃないだろここ。うん、だから風呂が刺さらんかなと思ったんですよ。お水がおるから、 あいつの影響もあるし、こいつの影響もあるから風に変えたがるっていう、スキル強いし、おで蘇生もあるしみたいなっていう動きになるんじゃないかって。だってこれ飛変で裏書いてあって倒すの結構きついよ。だって火でいっても 1.5 台だな、得意属性。風に変えてなんか使っといた方がなんか得じゃねえかなって。で、カウント4とか5とかを安定させて、そこでなんか何を使うかってことね、どのカード切っていくかみたいな。って思ったんですけど、安いコストでなんかねえかなって。ないな。ないな。なんかいいのないな。蘇生っていうか、考えではない、私。うん。で、まあ、こんなんをとりあえず思いついたんだけど、これが6時過ぎたよ、みたいな。うん。これガチャのあれの前触れじゃないけど。うん。
これやっぱり風呂も風に変えてきゃなんかあのスキルでなんとかならんかなって。でルナじゃないけどこれをなんとかで余ったコストであと8だと41枚使えるけどさ、これ別にモンポスでもいいかなと思う。後ろ引き継いでいくんだったら、まあせっかくなんで補正ゆる入れた。最後水多いんじゃねえか。モンポスもなんか良さそうな感じする。こういう風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 こう、うん、こんな感じ。1、2が恐ろしくは弱いけど、まあデッキの強さ弱さ弱い、とりあえずこれなんですよ焦点ということが。前触れでここまでしか考えてなくて、ちょっと待ってくださいよ。これだけ一旦戻しといて、なんすけどさ、これのことをさ、詳細じゃないけど名前なんもねえよな。これ要はまあいいよ別に確定で。まあって多分私電がすごい低い確率であるんかなと思った排出で、うん、多分ガチャの1回はおそらく50じゃないかなと思った予想でね、うん、であるかなと思ったけどないで結構厳しいんかなと思ってみたさ、これ私よく思ったのさ、これこんな感じですが、悶絶50の ZR50 10連の方か。卵がなんか邪魔しとるとかね、卵は多分そんなにいらんと思うわ、出てくると思うわ。これはこれ思ったのがさ、これ要は4形態で完全にこれルナ集めるようじゃないですか、どう見たって。 ZR だと別にあれだもんな、ダーウィン3つで4作れるんだよなっていうのが、この何ゆるがりでいいんじゃないけどさ、これの難易度をなんて言うんだろう、上げにくいっていうのかな、ダービーの影響で。これ全然気づいてなくて、最初見たらうわ排出が悪いな、まあいつものごとくかなって思って口悪くて言ったね、思ったけど、ダービーに進化できること考えて別に、まあこれ引き直していけばいいんだよ別に、第4狙いでいけば、うん、多分第4狙いでいった方がいいと思う。 だってこれ第3か第4作るのダーウィン3でしょう。だって一突させるのに第48ついるでしょう。あれ全部 ZR から作っていこうとしたら8の3 24個だもんね、ダーウィン一突24個だもんね。だったら引き直した方が多分いいで、これそのトータルで考えると日曜やってくるだけで、いや明日間に合わせなかも。うん、っていうのがこのなんだろう、電の進化難易度じゃないけどさ、ゆるがり電が実は難易度高いかなと思ったんですよ私。順番的に言うとゆるがり電が高くて、福引き電その次、ガチャ電はもうあれだね、あれはサブスク入っとる人は多分そんなに難易度高くないと思う。恐竜が周回しちゃいけるから、うん、今のままならね、うん、過去修正みたいなこと進化あったら、うん、時間はいるけど、うん、まあ、協力電話多分私価値低いかなと思ったんですよ。集めやすい、うん、最悪なんだろう、各月のさやつをもう崩しちゃってさ、貫突諦めてで電作っていくと、そうしちゃうといけるかなと思ったけど、うん、まああれはねそれでいけると思うんですよ。あとその自分の判断次第で、これとりあえずこのルナが役に立つとかやかんとか別として、電の難易度じゃないけど、うん、ガチャはもうあれだな、大人の力もあるけど、あれはサブスクある人は本当あれだね、多分楽とは言わんけど、だって毎週1回ずつ引いてたとして、その最初の100がでかいですわ。最初の100がまず毎週1回ずつチャラになるんだよ、うん、ここで出すか。例えば、イベントじゃないな。ネクスターの最後だね。とりあえずこのラインナップですわ。今あるとこって。上1段目じゃなくて、2段目からですわ。新ゆるって、1、2、3、4、5、6ですが。ってことは単純に言うと図鑑、ああ、そうか。これあれか。10周年別か。1、2、3、4か。
4だな。4引いてって富士を8つか4の8か1234、7か7でいいか1234711トレイヤーとりあえずあれなんですよ、一周一個ずつ行けば113ヶ月、あるいは一週間に何か一個ずつ新ゆる一個か電一個引いていけば、で電はとりあえず上限じゃないけど天井が100ですが、最初の100チャラになるんですね。60の 100だから、100じゃない10回だから600チョコかかるっていうと結構多いと思いますけどね。1ヶ月に600かける4週間として2400、それ3ヶ月だったらふざけんなっていう話にはなると思うんですけど、実際そんなかからん、こうそったかからん。だって無料ガチャとかで毎日引いたやつでいきなりなんか出たりとかあるもん、親友とかなんか出たりとかあるもん、長いある絶対ある、それは長い目で見るや、なんか何かかんかどっかで変な上振れ引く、下振れもあるよ当然、全然あるけど、うん、むしろこの場合だと新入り引くのが難しい、うん、だけどこれとりあえず協力集会で何虫の方は確保されてるわけですよ、確保って言うと言い方あれだねドロップできん人にボコボコにされるよ、うん、ここら辺の新しいゆる引くの方が多分電を貫突させるより難易度高い実は、うん、まあ、そこを諦めたにしても1週間1個ずつ行きゃ、諦めたらそれであれだね、1週間1個ずつ行かんね、600で行けるけど実際の数値は600じゃない、大体の期待値が一応4000とかぐらいにしたってもしてもさ、ざくっとした数字でね、その最初に引く分のまず100がないわけじゃないですか、そのサブスク入っとるという前提で言ったら、うん、引き直しの分だけですが、毎週 1体ずつ集めていくという前提ですと、そうすると結構多分難易度は下がる、うん、その全部チョコ買って多分やるよりサブスク入って買った方がトータルの金額としては安い、単純だね、うん、そうなんでここは意外に私はって思っとる。ちょっと待ってよ、そのどこまで行っとったんだ、行っとってこっちもないか、あれがあれの方がやっぱ難しいと思う、福引きの方が。でじゃあ福引きの方行こうかなんすけど、俺が福引き電ウサが出た時が、あれいつだった、去年末とかぐらいで、でいつだったかな、1月かなんかに私確かアップできた後だったかな、これがガチャで廃止される後かなんかとかちょっとしてから6000ぐらい多分福引き券使って引いた、もう多分こんだろうなと思って、他引くとこないしみたいな、それで 2,3 と多分プラスしたんじゃないかな、それ以外全部これ揺るがみなしであれで行った、クッキーで行った全部、大体なんならこれ1体やるのに8いるから、単純に1がなんだろう、1体が2万クッキーか、で16万クッキーいるんか、1凸が6から8万クッキー前後ぐらいで、最後の方がね今10万クッキーかかってる、次のもう1凸が10万クッキーで、今こんな感じ、昨日かその前撮ってたんかな、1日クッキーがねどんなもんだろう、ガチで自分のねレベルでやれる範囲でやると多分1万クッキーぐらいなんとかいけるんじゃないかな、7000とかぐらいで多分5000は最低ラインぐらいで計算しておくと、そうすると1ヶ月で意外とじゃないけど、最初の方の6万クッキーとかと2凸とか3凸とか見えたりしてくる、今だと2凸1凸プラスアルファとかぐらいになってくる、だからだんだんその素材がなくなってくるから、1日2000問ペースぐらいかな、だいたい多分それぐらい、3時間とかもうちょいかあれかな、なんかね他の問題やりながらやっとっていくとそれぐらいいく、でそこまでいっちゃうとこれだけやるっていうのがやる気にならんもんで、でやめちゃうっていうかな、
なんか他に解く問題があるといい。英語物語と何か、逆にこれあれなんですよ、 ABC とかの文法と英語物語の文法きつい、2つはきつい。英検とかなんかの、あのなんだろう、データ単とかあたりの単語だけやっとるんだったらいい、うん、それとこれの文法だったらいける。 ABC の私まだ文法問題あの全部解いてるわけじゃないもん、ね、初見があるもん、それきつい、2つでそれはきつい、すっごい遅くなる、うん、かな。それができるようになるといいんだろうな、多分それができるのは多分やる価値低くなるな、だんだん。うん。意外になんか何、マネーパワーがいるんかなと思った、福引き伝の方が、なんとか、クッキー2万っていうのがね、多分ゆるぽで行くより、クッキーでいいんじゃねえかな、当社リサーチで。うん。だからああいう、なんだろう、ここの曜日島で、ポー貯めてくより、うん、こっちの方がいいんかなって。で、ずっと父島やっとる。うん、父島やりながら2週目なんかの終わらしたりして、まあそこら辺200問ぐらいでそんなかからんけど、他の問題じゃないけどそこら辺とかやったりしながら併用しながら、うん、眠くなったら寝てみたいな、うん、感じで、ちょっと今日走りたいかなみたいな、走りって外じゃないよ、貯めておきたいかなみたいな風で、うん、クッキーにこだわってるわけじゃないですけどね、まあ、やりながらぼちぼち、うん、でいけるんだけど、俺のゆるがりがさ、もう一回戻るよ。だからこれダーウィンの話なんだよ、最終的には。どうしたの、偉そうに。こんな排出なんですけどさ、私、多分、世間予想とかより結構高いんじゃねえかなと思った。ダーウィンがあれば、だってこれ、ZR だけで引いてるから、すごいチョコは多分いらないよ。多分、悶絶じゃないけど、この4形態か、引き直しでいってもこれが一連の方でしょ。これ明日やってみようかなと思ったけど、多分4000チョコぐらいでいけると思うんですよ。だったら別に電の方なんだ、普通の一季節にあるやつか。のガチャとそんな変わらない。ただ、新ユルがないから、お得感がないってことだな。それだけと釣るために、そんだけのチョコを出す価値があるのかどうか、そこはまあ別として、とりあえず。その、ユルなんか価値があることか、そこら辺は別として。ってなってくると、これだけダーウィン食べていけばさ、ゆるがりのもなんとかなんかなってくんじゃないかなみたいな。これはもう完全世界編とかないからあれだもんね、ガチャ引いていくしかないもんな。でもゆるがりだってずっとなんだろう、この復帰じゃないけど復刻かなんかあったりして、ちょこちょこは溜まってきたりするわけだから、今なんかもう逆に捨てずにあれなんだろうな、貯めていった方がいいんだろうね、砂時計とかにせずに、うん、でコツコツやって、だってこれだって別に穴ぼこあったって2万クッキーでいけるわけだから、そんなあれだと思うよ、多分素材がないときついもんね、ただ、うん、そこはなんかダーウィンで食べていけばみたいな、うん、だからここで最悪悶絶取らずに、だからいいよ、ルナが価値あるかどうか別として、とりあえずここのゆるがり電を集めるだったらどんなやり方がいいかなっていう前提として、うん、行くとここでとりあえず ZR とかだけ拾うだけ拾っといてさ、で日曜とかのダーウィン、いや結局ダーウィンの話行くんですけど、をどうかなっていうのが戻っちゃいますけどさ、これ思ったのさ、さっきのゆるがりなんかでもそうだけど、ゆるがりなんか全部進化3から4にダーウィンいるわけじゃないですか。それ以外だったら別にチョコとかクッキーとか何もう買ってやれとかっていう話ですが、現金切れっていう話ですが、それはさすがに高すぎるからみんなあれだよね、そんなことしんわね、ダーウィンとか行くわね、協力なんかでもダーウィンがありますが、あれがなんだろう、お互いのなんか利益になってなくてちょっと邪魔しとる部分あるんかなって、でもうまくできんかなって、これさ協力とかの習慣にさダーウィンとかネギとか入れてほしいという意見絶対あると思いますが、それか日曜日のさ対戦イベントあるから他の日とか月曜とか、月曜も対戦あってもあれか最終日だで、私月曜は曜日島があんまりだで月曜って欲しいっていう人もおるわな、イベントない時で言うと火水木だな、一般的に言うと協力あれだから火水とかぐらい木、協力とかバッティングしてないとしてほしくないと思うよね、協力中でも日曜日収穫ネギ行く人おるよね、足りんからってやらざるを得ん人おるよね、多分絶対そうだよな、対戦中だとそうだよな、そこがなんか運営さんとユーザー側となんかお互いの利益になってないかな、だって別に日曜ネギ周回したってあれでしょ、運営さんの利益にならんわけじゃん、
いや日曜ネギ1回やるのにチョコ5個とかさ、そんな課金制度必要なわけじゃないですが、やる気無制限と別のなんかやる気がいるわけじゃないしさ、かといってユーザーだってね、それやっとったってイベントの方参加しとるわけじゃないから、なんかユーザー数増加じゃないけどそっちの方になんか貢献できとるわけじゃないしっていうところ、なんかバッティングしてもったいないよなって、うん、でかといってその何ダーウィンを緩和させていくとっていう話なんですよ。ゆるがりのさっきのガチャじゃないけどさ、ここの画面にもう一回行こうか。これを逆にさ、協力とかの途中でドロップできるのとか最初とか、多分運営さん試行錯誤だと思うんですよ。こう今のなんか過去までの例見とるとさ、これを緩和させてっちゃうと、例えばこれが火曜日にできるとか、それから月島みたいにさ、チョコ5個とかなんか3個とか10個とかでもいいけどさ、使ってできるとか、1時間だけネギが、っていうような風にすると、ここの価値がすごくすごく下がるよね。集める内容がすっごく下がって、あれだってそうじゃないですか、協力だってそうじゃないですか、集会はできるけどネギが足りんという人結構おると思うんですよ。その何、手持ちの在庫としてとするだけのもんはあるけど、それが崩せば電一体作ってどっかの月が穴ぼこになっても作りたいって思っとる人おるわけじゃないですか。それでもネギが足りんっていうの、うん、だってその集会する人って多分あれでしょう、協力で集めれるぐらいの人ってネギも集会する人だけど、それでも足りんっていうぐらいだとよっぽどだよな。かといってそれを協力中に周回できたりとか、周回中かドロップできたりとか、あれ 1%2% だけでも多分同値あるけどすごい違うね。最終面 0.6 とか、最終面 0.6 あれか、潰すのあるであかんか、どっか4面に 0.6 とかあってもあれでもだいぶ違うね、ダーウィン1個あるだけでも。そうするとすごい多分甘くなると思うんですよ。でその甘くなった穴にのがここのゆるがりの方、こっちの方もとつりやすくなるというの。例えばこれゆるがりのやつがさ、電雨さんみたいなやつとかだったらさ、あんだけ初手体力高くて水風での初手で使えるみたいな、で周回パーツとしても優秀みたいなやつだったら集めたくなるよね。多分電雨さんが一番あれじゃない、集めたいんじゃない。おるか、富士はガチャでもうあれだな、そこはもう力忘れないけど回すしかないでな、あれはどう考えたって。あとは運を天に任せるしかないね、って思ったんですよ。これどう思います？きついと思った。すごい多分最初見た時絶対皆さん厳しいとかふざけんなこの野郎みたいなさ口悪い言葉多分なったんじゃないかなと思ってさ、ちょっとひどくねみたいな、悶絶なりになっちゃう出んねえのみたいな。私なんか意外と実は甘いかなと思って、3から4作れるからこのラインナップになると思わんかったんですよ。3経済が来ると思わんかったんですよね。1とかあると思ったもん私。うん、でその中にたまになんか電があったりとか、うん、だからどっちか言うと竜神ガチャの方、あのイメージがあった。うん、ハズレ枠の中もなんか 2% とか拾ってくるような感じかなって。違うもんでさ、これがハズレ枠がないってことないけど、絶対10連だけ見ればね、うん、1連で言うと1連でも、あ1連だと CR があるか。でも50だったら引き直していけばなんかなんとかなるんじゃないかなと思って、卵多い方がむしろ多分邪魔じゃねえかなと思って、これがだから、これを要はダーウィンをそんな風に緩和させたりとか、そんな風にで緩和していくのかどうか知らんけどさ、ちゃうとここら辺のところがなんかちょっとだいぶ価値下がりみたいじゃないけどかなと。結局福引き電が一番価値高くなるっていうか、周回やっぱ数こなせば集めれるってことは、世界編だってそうじゃないですか。あれ時間かかるにしても一応は無課金でも集める気なら集めれるわけじゃないですか。毎日コツコツやってて、ただ膨大な月日がかかるけど、ガチャさんはもう無理だもんね、完全に毎日行って。カウントツアー本当あれだもんな、天井で一体毎日引いてて引けるかどうかってことな。でもこれ進化にダーウィンがあることによる電に関しては、だからゆるがりと協力に関しては、協力は周回があるね。ゆるがりでもあれだもんね、ずっとやっとるわけだから、毎日ね、箱がなくなったで埋めとくやば、ぼちぼちは溜まってきますが、あとはもう砂時計で引き直すかどうかの問題だもんね。金箱引き直すか、虹箱引き直すか、そこら辺だもんね。
まあ、意外となんかこれのとこの難易度が多分甘くなっちゃうから、ああいうの緩和したりとか曜日移行とか常設にするとかなんかあれなんかな、難しいんかなって邪魔しとると思うんですよね、これが。お互いのなんかメリットになってないかなって。課金を誘導させたいっていうようなところの狙いとしては分かるんだけど、だってこれ確かにそのこれ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 か、チョコで買えるのね、ごチョコじゃないですか。これ買う人って多分ガチャ引くでしょ。もうこうあの1個2個足りんとかだったら分かるよ。それであの次のイベントでなんか貫突のね初手台とか使いたい、それは分かる、それだったら分かるけどさ、ガチでこれで集めることして多分ガチャ引くよな、普通にチョコ買って引くよね絶対に。で逆に集会とかで集めようとする人ってこれ買わんよね。で日曜日行くよね。で日曜日でも足らんだったらもうとつらんよね。どっちか諦める、電諦めるか悶絶の方じゃないけど協力の毎月の方を諦めるか、なんか諦めるよね。課金してまで多分やらんよね、そうとしては。ここを求めるユーザー層が多分すごい少なくて、なんか売り上げに貢献してないんじゃないかなって、低いんじゃないかなって、それがなんかもったいないよなって。でさらにイベント参加のあの妨げになってるというか、邪魔って言ったら言い方悪いけど、そこはなんかうまくできんかなって、私運営じゃないけどさ、ずっと思ったんですよ。だって私だって別に日曜日あれだよ、ネギ収穫するよ、体制そんなにやっとるのめんどくさいって思われるけどね、いやネギの方が問題すごい解ける、あれが一番問題解ける、ゆるがりがあんまりやりたくない、ちっちゃい声で言ったけど遅いもん、スキルが邪魔、協力も遅い、あれも全ての回のモーションとか移行とか全て邪魔、また声ちっちゃくなってね、ネギはやっとるの好きなんですよ、早いもんだったら、自分のもう問題解くスピードの戦いだもん、あれ完全にいかに誤答せずにっていうところ、そこだもん、いやいや本当一番問題解けるもん、サクサクしとるで、ただやってて集まるものがその何自分のゆるの強化につながるかどうかっていうところだね、かなんかあれかな、うまくできんのかなみたいな風に、まあ日にち薬じゃないけどあれだな、手探り作業なとこあるんじゃないかなと思ってる。確率とか少しずつ少しずつがいろいろいじったりしながらさ、このショップの売るのとかでもそうですが、月によってなんかすごいになりますが、それ絶対買わんですよ、それちょっと相場おかしくねみたいな、逆にちょっとこれ安くねっていうようなやつもありますが、その根付けっていうところが多分ほんと手探りというか、そのマーケットリサーチじゃないけど、でやっとんじゃないかなみたいな勝手な想像なんですけどね、かなというところ、ダーウィンがすごくここのガチャの暗室を見て思った。緩和させたらちょっとあれだよなって。だってこれ今私ここら辺のところの電ってあのマネーパワー使ってないですよ。在庫と手持ちのところでやりくりしながらやってるわけだから、ただその代わり問題数の集会っていうのは必要になってくるけど、だけど裏を返すとそれやれば手の届く範囲では、ただあの職業ニートみたいな生活じゃなくなるけどね、かなと思ってる。だからではないけど協力とかそこら辺とか問題数を早くやるようにしちゃうとそこの課金誘導にならんからっていうのは前も多分言ったよね。だから逆に私は問題数とかがもういっぱい今の確率のまま解けるようになって、ちょっと配数悪くしてもそっちの方がいいと思ったんですよ。もっともっと早く問題サクサク解けて、今日もステージクリアなんか極端にもっと簡単でもいいと思う、なんか、あの無理に難しくしんかったりとか、あの揃う人数とかによってなんか全然ダメだったりするよりは、その代わり確率の方をこう悪くしても、下げてもみたいな、へ今より下げんのってあれでしょ、もう早くなったら意外にいけると思うよ私は。いや本当そういえばあれが弊害だもん、なんか、だって協力で1日やって多分3000問解く人はあれだに、1日もほんとに睡眠時間ぐらいずーっとやってるのは多分4000とか無理だに。だって普通の問題集会だったら別に4000とか解けん数字じゃないでしょ、
ただ集中力が続くかとか飽きるとかそういう問題とか含めて、はあるけど、そんだけ早くないから、ゆるがりでも解くの遅い。あれやっぱりだって私2周目ってやったら分かりますもん。問題数が明らかに差がついてくるもん。父島やっとる方が早いもん、ネギやっとる方が早いもん、ゆるがりやっとる方が遅いもん。どう考えたって猛暑が邪魔なんですよねごめんなさい。極端に言うとさ、 BTC の方でソロ集会とかしながらで、2週目の方でなんか他の方の200文字ないかノルマとかやってるんです。遅いもん、問題がやっぱりすごくすごく思う。それは普通になんか何曜日島じゃないけどあんなとこやってたらもうすぐやって、そっちの方が200文ぐらい終わっとるもん、なんかもう、っていうところを早くしすぎちゃうと、まあ収益につながらんのはわかるけど、早くして確率悪くしても問題数もうちょいとくれるし、そこら辺のところまた同じ言葉言っちゃうけど、バランス取れるような風にしていくと私的には最高はね、自分に都合のいいことしか言ってないよかなっていうことでございます。うん、ダウンに関してそれを今日すごい思った。なんか今日というかこの発表あってからで、これ狙いだったんで、私はあれなんですよ、私の10周年はこのあれなんだよ、でこれを狙っていくっていう話で試しましょうっていうところ、私があのあれなんていうの、人中というの人柱というの、に、まあ、なってみようみたいな、もうやりたいんでしょ、いやもうこれやって終わりだもん、なんか試すとはかなーって、4000チョコぐらいは多分いけんかなって、まあ、日曜これがもう分かったんだったら、ダーウィンとかも もっと無駄遣いせずにさ貯めてって、これより ZR とかやって ZR で引いた時と、なんか ZR で16体じゃないけどカント粒揃えた時と悶絶揃えた時、なんかちょっとデータ欲しいかなと思ってる。今回はもうあれだ、ダーウィンないで悶絶の方かなんかで次貯めといて、なんか ZR で揃える方なんかやってみてもあれかなって、その代わり毎月のあれだね、ダーウィンの生産能力を得るわね、あれはもう本当早いで、私問題解くの嫌いじゃないけど、むしろやりたいぐらいあっちの方が楽だもん。だから日曜日あっちの方がやると思うんですよ。対戦やってる方がなんか遅いもん、なんかごめんね口悪子で、まああれだね、ここのゆるの中の世界観と一緒だねということです。そんな感じ、いやそれが喋りたかったもん、まあそんな感じで終わりましょうかということでございましたということで、私の10周年は明日ね、6時だね、7000チョコなくなっとんじゃないちょっともうないって、もう嘘、ショップ駆け込まなみたいなことにならんよね、まあそんな感じで終わりでございますということで、はいということでそんな感じで終わり。